今自宅のクリスマスツリーを飾っています。木を真ん中に刺したら、母さん今それは何をしているところですか？折り曲げて木らしくしてます。立体感を持たせるように。はい、最初こんな風に閉じてるので、こんな風に開いています。これはまだつけてない木です。根元に色がついてるので種類分けをして順番につけていきます。できた、この段。ここの段できた。じゃあ次の段。次何色じゃ、はい、次はね、はい、あ、レッド。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 ここです。うん、ちょっとくすんだレッド。薄み系のレッド。レッドです。なかなか浮かんじゃう。スッと入る時と入らない時ってあるのね。全然刺さる。こうちゃん、え、違う？うん、ちょっと穴が違う。だいたいここのところに、うん、ここあるが、数字が、うん、ここに入りやすいようなところに穴がある、うん、あ、本当だ、あ、本当だ。サザンカが咲いております。あ、レッドもそろそろ終わる。あともうちょっと開かって、これとこれ開かっていけばよいしょ。レッドの次はブルー。ブルー？ブルー、ブルーだったの。あ、ブルーじゃん、これじゃな。で、ブルーね、ロングホワイトとオレンジ。うん、ちょっとした大きじゃろ。あと最後1列。木を作るのがやっぱり一番暇かかりそうじゃない、飾り付けよりな、うん、まず引っ掛けて、引っ掛けて開くと、そう、引っ掛けて開くっていうのが、しかもなんか下に行くほどよう見えない。の部分完成しました。すごいいい感じにできたな、うん、木のようになった、ね、木のようになった、ふっくらと。では箱へしまっとこうか。休憩を挟みまして、木の一番上に星がつきました。
ここから飾り付けをしていきます。ちょっと磨いたら輝きが輝きが出てきた、うん、これは拭いたら取れるよな。これは拭いたらこの綺麗なラメがなくなっちゃうこれもこうやってなんかちょっとくすんでる。あ、本当。やっぱりちょっと経年劣化みたいなのちょっとするかな、こういうじゃろうな。うん、こんなのあるよ。ん、え、かわいい。あ、あったな、そういえば。3つおる。3つおる。スノーマン。スノーマン。スノーマン。もう一個おったよ。もう一匹。かわいい。出てちなみに、飾りは、これはどこだったっけ？ウォールマート。ウォールマート。ウォールマートでもらったナイロン袋の中に飾りを入れてます。だいたいウォールマートで買ったのよ。そうじゃない、ツリーも飾りも全部ウォールマートで買いました。すごい、やっぱ磨いてあげたら綺麗になるいい感じです。これ全然違う。あ、本当だ。なんか鈍い、やっぱり拭いてなかったら。やっぱりこのキラキラしたやつも、ある程度拭きました。で、スノーマンも、ね、数年ぶりに飾ってあげるので綺麗に拭いてあげて飾りをつけます。リボンとモールと玉とスノーマンと、これはお父さんが日本のどっかで買ってきたリンゴとか金とかです。じゃあ飾り付けします。うん、それじゃあこれからこれらの飾りをこのピンで吊るしていきます。これナイロン袋じゃちょっとあれじゃっけ、なんかどうか入れよう。これとかどう？食べダメなよ、したらセロファンなんよ。あ、そうなん、セロファンなん。でもなんか持ってこう。ちょっと入れ物を持ってきます。さあ何からつけようかな。あたこの辺に入れて、はい、タッパーを持ってきました。ちょっとピンがもつれてるのでほぐします。ほぐしていると早いね。ほぐしているとすごい固まっ、なんかこういうなんかアートあるよな、うん、こういうのタッパーに入れようと思いましたが、結構このピンが絡みやすいので、まあ、よく見えるっていうことも含めて座布団の上にこうやって、広げることにしました。もしかしたら海外の方なんかはこのピンはもう年に1回買い替えたりするのかなって思いました。だって毎年こんななんか絡まったピンをほぐす作業があるなんてね、なんかさ苦痛よなこれ今日はする気でしょ、俺気するけどな、うん、これ忙しい合間になんかさしようって思ったら分からんで、ね、アメリカ人は1週間休みを使って作るんだっけ、うん、ほぐす人がおるかもしれないひょっとしてちょっと計画を変更して、ほぐれたピンの分だけまずはちょっと飾ることにしました。あ、こんな感じです。こっちの小さい方で、うん、基本的にこう飾りにはねこんな感じでピンを引っ掛けるところがあるので、そこにこう通して吊るしていきます。じゃあ母さん吊るしてみて、どの辺にする？真ん中辺じゃない、うん、お結構このねツリーの木も結構しっかりしてるので、これくらいの重みがあるものでも全然引っ掛けられます。お、いい感じ。
ていきます。お母さん映っとるよ。ピンの上踏んでしまった。ピンポツにしようか。危ないよ。いしょ。私の一番好きな飾り、この水色の雪の結晶のデザインのやつです。透けてて綺麗。高いところはピアノの椅子を使ってつけます。赤と緑でクリスマスカラー。シルバーと赤のさ組み合わせも可愛いな。なんかね、海外のショッピングモールじゃないわ、日本のモールで買ったやつは輪っかがあるので、もうこのまんま引っ掛けます。これこれ、これあ、本当だけど、オーナメントによってはどうやらあのピンがやっぱりいるみたい。ちょっと母さん見せてあげて。いや、これ何なんだろう。それ金だろ。あ、これは持ってきて。こうなっとるわ。ここにこう紐があって、うん、こんな感じのやつ。これはこんな感じで引っ掛けます。
ではこのピンをつけて飾ってあげます。大体のオーナメントをつける作業が終わったんですけど、このリボンをどうやってつけるかで迷ってます。けどまあやっぱり星の前よな。うん、じゃあちょっとつけてみるよ。星の前にリボンつけてみました。結構いい感じ。こんな感じで、うん、かわいいじゃん。そしたら最後、もう最後かな。うん、これをつけて、そしたら、うん、あとはこれでぐる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 する。ああ、これでな、最後ぐるぐる巻きにしたら、うん、釣りっぽくなる、うん。じゃあこの可愛いリボンつけていきます。この大きいリボンつけるとな、これをつけるところが正しい、ね。ああ、なるほどね。バランスがわからんくなるんじゃない。最後のリボン1個つけ終わりました。OK？スノーマンの向きを整えたり、まあ、ちょっと最終仕上げバランスを見て色が被ってないかとかチェックします。さて最後の工程、金のモール、金のモールをぐるぐる巻きつけていきます。端がどこかしら。端っこはどこだ。ここは違う。じゃあ巻き付け作業してください、母さん。私です。私じゃあのアシスタントで。じゃあこれ、うん、こっちこう回る。うん、右回りですね。こっち、あ、右回りじゃない、うん。なんかまだキラキラがあったのでこれもついでにつけます。どうやってつける。これなんかな、うん、縦にしたような気がするよ。あ、こういうこと。縦向きに、うん、縦にこういうこと。
リー完成しました。あとはちょっと箱を、うん、この辺にちょっとキラキラが落ちてるので落ちてるのでちょっと掃除機でお掃除してからこれを下に引きます。じゃあ掃除しましょう。いい？お願いします、はい。掃除が終わったのでこれからツリーの下にこのマットを敷いていきます。サンタさんがいて可愛いです。じゃあ母さんお願いします。完成しました。完成したんですけれども、さっき電飾を見つけてこれもついでにつけることにしました。はい、電飾もつけてちょっと部屋も暗くしてみました。じゃあ母さんスイッチお願いします。はい、わあ、いい感じ母さん。うん、いい感じじゃ。うん、星も綺麗に光ってます。大成功です母さん。はい。これちょっとぐるっと一緒、うん、まあ、そうじゃない。あとはちょっと電飾をつけた状態でバランスを整えて、まあ、電飾の色かわいいな。こんな 色味が豊富だったんじゃない。これ赤にピンクに緑に青に黄色、はい。今日はこんな感じのクリスマスツリーの動画でした。また動画作ります。このツリーもまた出します。じゃあねー。